はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の交点を使った面積特訓丸2をお送りします。まあ第2の解説ですね。では実際にねその参考書の方の問題チェックしながらぜひ聞いてみてください。で、まあ面積特訓のページの2つ目で今回は平行四辺形が出てきます。それの面積関係の問題なんですけど、まず前回のね動画でも話したように面積じゃねえやごめん関数の問題出てきたら問題文がちょっと長いことが多いのでそこの情報を全部こっちに移します。毎回読むのがめんどくさいんで。で、今回平行四辺形 ABCD がありそれ書いてあるね。で、 A が0の8座標書いてくれてるので書き込みます。0の8 B がマイナス4の2で、C が、2の4。で、D はないか。で、線分 BC と Y軸との交点が E。E 書いてるね。で、あとは大丈夫と。はい、じゃあここから始めていきましょう。で、まず1番がその E の座標を求めたいと。で、E の座標を求めるためには、もう E は BC。直線 BC の上の点なので、じゃあ BC の直線の式出しちゃおうぜと。で、出しちゃえば、ここ切片だからいい。Y 軸にぶつかってるとこだからね。だから絶対出ると。だからもう単純に、しかも直線っていうのは2点、こことここっていう2つの通る点が分かってれば必ず出せます。なぜなら直線だから、1次関数 Y イコール AX プラス B なんです。これが使えると。で、そこにこれとこれが通るか代入して、連立方程式で解いちゃいます。じゃあこのマイナス4と2代入するんですけど、代入してからどうせ俺ひっくり返すのでちょっと変な感じするかもしれないですけど、ここ2ですよね。で、ここマイナス 4a になるのでちょっとひっくり返してマイナス 4a プラス b イコール2と書かせてください。で、次2の4代入するんで4と 2a になるからこうなります。で、2点分かってるときに、こっから傾きを出して、先に A をね、出してからすることもできるんですけど、自分ちょっとこっちのやり方の方が好きなので、これでやらせてください。で、B 揃ってるから引き算します。で、引き算って決めたので、一応ね、足し算に変えて、符号全部下を変えましょうと。そうすると、マイナス 6A イコールマイナス2。割り切れません。そんなときは、文字にくっついてる数字が分母です。下に行きます。だから、A イコール、マイナス6分のマイナス2。つまり、約分して3分の1になります。マイナス6分のマイナス2なんでね。で、これをどっちでもいいんで戻してください。どうしようかな。上に戻そっか。で、上に戻すと、A に3分の1を入れると、マイナス4とかけて、マイナス3分の4、プラス B イコール2です。で、これこっちに持ってくると、2プラス3分の4ですね。でも2っていうのが3分の6と同じです。2は。だからこうなります。なぜかっていうと、2はもともと1分の2です。1分の2で下を3分の2したいから、上も下も3倍して3分の6ですね。だから B イコール3分の10ってことが分かりました。つまり A も B も出たんで、その直線の式は Y イコール3分の 1x プラス3分の10って。こう分かりました。でも、間違っちゃいけないのは、今回出したいのは直線の式ではなくって E の座標です。で、さっきも言ったように、E はですね、Y 軸とぶつかってるところ、これ切片って言うんだよね。で、切片っていうのはここの数字と同じになってるので、つまり E は、x 座標はもちろん0です。Y 軸の上だからね。ここ0だから。で、Y 座標がそこの3分の10。これで終了になります。じゃ、書いておきましょうか、ここ。0の3分の10。で、直線の式も書いてもらっても構わないんですけど、ちょっとね、ごちゃごちゃするんで、今回はね、省いておきます。で、次が三角形 ABE ですね。なんで、左側のこの三角形。ここの面積出しに行きます。で、これは前回もやりましたけど、三角形は底辺かける高さかける2分の1。だから、どこが底辺なのかなが分かれば OK です。で、今回も、前回のね、大問1の時もやりましたけど、そのね、底辺は、
X 軸もしくは Y 軸を使ってください。もうそれがないときはまた工夫しなきゃいけないんですけど、あれば。つまりどういうことかっていうと、今一辺ここ Y 軸乗ってますよね。だからそこを底辺にしてあげるので、そしたら高さどこかなって考えたら、三角形の高さはここだから、今これが高さになります。で、高さから先行きますね。高さは今これ B の座標を使うよね、ここにいるから、マイナス4の2です。これはマイナス4の2なんです。位置的にはマイナス4の2。今横がマイナス4だったら、ここの距離がマイナス4なのね。あ、距離が4になります。で、つまり今高さここ4使うんですけど、間違っちゃいけないのは、座標がここマイナス4なんで、高さをマイナス4って行きたくなるんですけど、ただ単に0からマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス3、マイナス4の位置にいるよっていうことを表してるけど、距離、長さとしては4です。だって長さにマイナスとかないもん。私の身長はマイナス130センチだからとか絶対ありえないでしょ。だから長さを使うときはプラスに変えてください。で、あとは底辺です。あそこ。でもこれもすぐ出ます。なぜなら、ここ、座標0の8です。8ってどこのことかっていうと、ここが8なんです。こっから8離れてるからね。で、今、ここの距離から、ここの距離を引いてあげれば底辺残りますよね。で、この丸の部分いくつかって言ったら3分の10なわけですよ。E が3分の10だから。だから底辺は、8から3分の10を引いたのが底辺になります。で、これめんどくさいんで先に計算しとこうか。底辺ね。まあ、AE って書いておこうか、長さ。AE は8から3分の10を引くと。で、これもさっきと同じで、8はもともと1分の8です。これね。なので、これを引き算すると、1分の8なので、3分の24になります。両を3倍すると。で、それ引く3分の10だから、3分の14と。これが底辺。で、高さはもう4って分かってるので、三角形 ABE でね、イコール、底辺かける高さが4。かける、忘れずにね、三角形は2分の1をかけます。で、ここ、これで約めしようか。2と1。で、下に3が残って、上が14と2が残っているので、面積は3分の28。で、今回もね、センチメートルとかっていう単位の指定がないので、今回は単位つけずにこれで丸になります。いいかな？まあ、ポイントとしては、その底辺の部分を X 軸、もしくは Y 軸で使ってください。そうするとやりやすいからね。で、最後、3番です。で、今回は原点を通って、その四角形、まあね、平行四辺形ですけど、ABCD の面積を2等分する直線です。で、これはね、もう単純に覚えてほしくて、この問題作りました。平行四辺形を半分にしたいっていう時は、通る場所が決まってます、どこが。で、どこかっていうと、平行四辺形の対角線あるじゃないですか。それの交点です。これね、ちょっと書き出そうか。黒のペンあるかな？あった。どこに書こうかな。右下に書けばいいから、ここに書こうか。ちょっとフリーハンドでごめんね。平行四辺形があるとします。これ、絶対に面積半分にする方法があって、さっき言った、ここの対角線の交点あるじゃないですか。これを通ってくれれば、絶対これ半分。今切ったこれとこれも半分。どう切っても半分になります、必ず。っていう特徴があるのね。つまり、今、原点を通るっていうのはもう問題で言われてるんで、ここは通るんですけど、こことここを通ればいい。じゃあ、あそこの座標いくつだっていう問題に変わるのね。で、これも平行四辺形の特徴なんだけど、対角線っていうのは、交点であった時、絶対中点になるんだよね。ここの、こっちでいいか。ここの距離とここの距離同じで、ここも同じになるの。それぞれの対角線を半分に切るっていう特徴があります。で、これは前回の、大問1の時にもちょっとやりましたけど、中点を出す方法があって、今、ちょっとここね、D がないからこっちは使いたくないんで、C と A、AC の半分、中点でしょ？の出し方は、それぞれの X 座標、
2と0足したら2、それを2で割るから1なんです。 Y 座標は8と4足して12、2で割るから6、つまり1の6を通るというのがわかります。で、ここまで来ればもうね、もう楽勝です。なぜなら原点を通る直線って言ってます。原点を通るから比例なので Y イコール AX なんです。 B ナイス、切片0なんでね。で、こいつが1の6を通るって言ってるから、それ代入したら6イコール A、 もう A が6で出ます。つまり直線の式は Y イコール 6X でした。とこれだけで終了です。最後が一番角度が少ないね。でもなんでね、取り上げたかっていうと、その平行四辺形の面積を半分にするっていうのは対角線の中点を出せばいいと。で、中点出すときにはそれぞれの座標、 X 座標を足して2で割る、 Y 座標を足して2で割ると、それを使えば出すことができるっていうのを伝えたくてね、今回この問題を入れました。では今回は中学校2年生の参考書の交点を使った面積特区丸2、まあ、大問2ですねの解説をやらせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、他のところもね、まだ撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。